え、何やこれ。まあ普通にスピアフィッシングしてきたって感じやな。まあ、ブリーがちょいちょい回っとったけど、まあなかなかこういう単発で回ってくるやつはきついな。コロだよって言ったろかもったけど見せて、ここ大門がようおるとこやな。大門ついたら思て。まあ一発目ミスるやん。で、まあ二発目もミスるやん。もうチャンスを何回もくれてほんまにありがたいんですけど、三発目。うん、三発目はなんとか当てることができた。やっぱな、全然当たらんよな、これ。ほんまに難しいわ。まあ、大物やな。ここに来たらいつも大物を取ってるって感じかな、一匹だけ。まあ、大きくはないけど。まあ、大物、ありがとうございます。美味しいからな、大物は。はい、これいきなり動画回し始めてんけど、石だよったからついたわ。で、口黒なんやな、これ。で、口黒、もうがっつり口黒い口黒ってあんまついたことがなかったから、結構嬉しかったな、これは。ちょっと動画回せ始めるのが遅すぎたけど、いい感じに腹腔内にジョッキー決まって。スローモーション。なんか、ボゲーっと浮いとったからついたわ。しっかり当てることができた。まあ、口黒ではあるけど、ちょっと、後ろの方が、まだ縞模様が残ってる感じで、まあ、これはこれでなかなか、ええ感じがするよな。ほんまに、灰色のとこがしっかり銀色で、綺麗で、で、白もちょっと残ってる感じで、むっちゃ美しい答えやと思うわ。口黒。で、これ刺身にしたらむっちゃ美味しかったよな。口黒はうまい。で、フィンが上と下にピンと張ってんのも超綺麗やし。これは良かったな。いい思い出やわ。この口黒は。で、これは、なんか、平鈴木おるな、思って。見に行ったら、顔面なんかめっちゃ怪我しとって。こっち側が多分見えてへんくって、近寄れた。で、最後もう一発ブリ回ってきて、これ行きたかった。これはつけたと思う。けどなんかちょっとミスって弾かれた。パコーンって。で最後小亀がおって可愛かった。亀はやっぱ、なんか、一番好きかもしれん。海の中におる生き物の中で。やっぱ亀見たら、ハッピーになれるみたいな感じはある。まあ今日もスピアフィッシング楽しかったな。っていう動画でした。